ヤウ新平太だぜ。本日は6月22日にアルバム反抗声明をリリースしました。アーティストノリキヨ、伝説のラッパーノリキヨ、行ってみましょう。はい、この反抗声明というノリキヨの11枚目のアルバムですかね。11枚目のアルバムは作られた背景がもうめちゃめちゃ特殊というか、まあ、簡単に言うと大麻の栽培と所持の罪でこれから3年ですか、ノリキヨ氏は警察に入る。これもまあとんでもないことなんですけど、今回僕が話したのはこの事件のことじゃなくてアルバムのことなんで置いておきます。この逮捕されてしまうっていうのは事実なんですが、去年ですかね、一番最初にノリキヨが捕まったっていうニュースで知った時は十何キロ栽培していて、それを営利目的で販売していたと。これ大きな違いじゃないですか。証拠も出てないのに営利目的で大麻を栽培していた、要は大麻の売人だったんだのラッパーのノリキヨは、というニュース報道が出ていて、それは事実と違うと。これ事実と違うことばっかりこんなに報道されて、俺はラッパーだからラップで事実を伝えるしかないな、そういう背景で作られたアルバム。もうこれ非常にヒップホップ的というか、自分の人生にアクシデントが降りかかってきた時どう行動するかで未来が大きく変わるじゃないですか。でノリキヨというラッパーは自分に災いが降りかかってきた、でそれをどういう形で消化しようか、多分この時選択肢ってこう、もうやるかへこむかの二択だと思うんですけど、まあ俺はやるって言ってこの反抗声明というアルバムを作り出したと。まあ、それだけでもすごいことなんですけど、このアルバムがもうめちゃめちゃかっこいい。なので、まあ、ノリキヨというアーティストはどういう人なのかざっくりですけどおさらいしていって、この反抗声明、この動画を見た後聞く、もしくは買う、それがまあ一番のサポートになるのかなと思うので、ざっくりノリキヨというのはどういうアーティストかお話ししていきたいと思います。神奈川県相模原市総武台という場所を中心に結成されたクルー SDP というグループのラッパーとしてシーンに出てきました。僕が一番最初に知ったのは恵比寿のミルクっていうところで行われていたハーベストというイベントがあるんですけど、そこは MSC とか SD ジャンクスタとか折り紙とか、そこにルーディキッズっていうグループで俺も出ていて、その時存在を初めて知ったんですけど、一般的にすごく認知されたのはやっぱり2005年ぐらいコンクリートグリーンというシーダーのやっていたミックス CD に入って、でそのコンクリートグリーンというミックス CD 自体がとてもストリート色の強い、例えばハスリングのことだったり犯罪のこととか、結構当時の日本にしてはスリリングな内容を扱うストリート色の強いアーティスト、例えばスワンキースワイプ、今でいうベスとかスカーズとかが、まあ特にそのコンクリートグリーンという一連の流れでこのシーンにカムアップしてきたんですけど、まあその中の代表格としてノリキヨというアーティストがいるのかなと。でこのノリキヨというアーティストがラップを始めた経緯、まあヒップホップと出会い DJ を始めてトラックメーカーとかを始めて、アルバムでも本人も話してることですけど、まあ悪事に手を染めながら、ヒップホップは別に仕事になってたわけでもないし大好きだけど、まあ違うことで生計を稼いでいた。でそんな生活を続けていた時に、まあ、警察に追われることになって、クラブの、まあ、4階とか5階とかに入ってるクラブに、まあ、下に警察が来てるっていうことでここから飛び降りて逃げた。でその時に足を怪我して、まあ、普通の仕事もできないし、これ真剣にラップやろうと、でラップと向き合っていき、アーティストとして頭角を現した。だから元々ストリートのこととか、うまくいかない人生への苛立ちとか、そういうのをリリックに昇華するのがめちゃめちゃうまい、かっこいいアーティストだったと。でそこからシーンに頭角を現してすごかったのが11枚目のアルバム、2007年にソロアルバムイクジット、これもめちゃめちゃかっこいいアルバムなんで聞いてほしいんですけど、を出してから今2023年約16年の間に11枚アルバムを出してると。で11枚のアルバムを出す間に、まあ、人間ってどんどん変化するじゃないですか。当然昔やっていた悪いことをラップで卒業することができる。でそこから認知をどんどん稼いでいって日本を代表するラッパーになる。で日本を代表するラッパーになったら、それをこうみんなの期待に応えていくために作品を作り続ける。でそうやって成長していく中で、ノリキヨが日本を代表するアーティストラッパーであるっていうことに異論を持ってる人ってあんまりいないと思うんですよ。でも11枚アルバムを出してる間に、まあ、様々な出来事が起こって、まあ、人間として成長していろんな側面をこうラップに落とし込んで、ね、ファンを拡大していったわけなんですけど、ここで嫌が応にも再びシーン全体というか、こうラップ好き全体の注目がノリキヨに集まるっていう、これは不本意な集まり方だと思うんですよ、ね、事件でねそういう注目が集まっている現状でも、ここって大ピンチなんですけど大チャンスじゃない。でこのチャンスにもう一回ファーストアルバムみたいなアルバムを作り上げたっていう感じですかね。この反抗声明っていうアルバム、本人のインタビュー、ローリングストーンのインタビューとかでも言ってるんですけど、状況によってラッパーってこう書くリリックが変わるじゃないですか。
今望んでそういう状況になったわけじゃない、まあ、病気になってしまってとかで、それで捕まってしまった上に自分の罪状と違う罪状で世にニュースが出てしまって、レッテルを貼られてしまった、そういう状況で書くリリックっていうのが、ここ数年一回ラッパーとして成功してから、もちろん僕の知らないいろんな出来事があったと思うんですけど、順風満帆に来てたように見えるじゃないですか。でそこに来ていきなり大きな事件とともに注目が自分に集まっている、でも注目が集まってしまっている瞬間はもう自分はこう逮捕された後留置所に入れられて取り調べを受ける、でも自分の話せることはないんで話さない、そうすると言いたいことが溜まってくる、それを留置所の中でビートを想像してリリックにする、でアルバムができた。それってなんかこうくしくもですけど、ノリキヨにとってファーストアルバムイクジットを出した時の状況と一緒ではないですけど、精神状況的にすごく近かったのかなと思うんですよね。もう円熟してアーティストとしてもあらゆるスキルをゲットした後にもう一度そういう初心に戻らざるを得ないというか、言いたいことがめちゃめちゃ溜まってしまう状態になった、そこでドロップされたアルバムっていうのがこの反抗声明。そんな反抗声明なんですけど、どういう状況で作られたのかっていうのをもちろん僕らは想像するしかないし、インタビューとかを読んでその感情をなんとなく理解するぐらいしかできないんですけど、まあそれを知っていて聞くのって大きな違いじゃないですか。でこの反抗声明っていうアルバム、今アルバム1枚通してソロでも何でもいいんですけど、ラッパーがアルバムを出すのってどん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 時代の流れとは逆の方向に行ってるじゃないですか。アルバム1枚通して聞くことってどんどん減ってると思うんですよね。でもラッパーにとってアルバムを出すっていうことは本当に大切なんだなっていうのをこの反抗声明を聞いて改めて思い知らされたというか、アルバム1枚通して聞かないと吐き出しきれないほど感情が溜まっている森清っていう感じなんですかね。で全曲トラックはバックロジックフルプロデュースで、も当然もう全曲死ぬほどかっこいいんですけど、まあざっと流れを、1曲目 Proves One Case、 これは証明、一つのケースの証明っていう曲から始まると。で証明しようにもお前らは証拠もねえのに俺をこんな状態に追い込んでんじゃねえかと、自分のやってる罪っていうのは当然背負っているけど証拠も出てないのにあの報道はなんだよ、一番まあ乗り切る言いたいことから始まっていく。で2曲目はガミハラタイムニュース22というタイトルで、ここでラッパーの乗り気をが逮捕されたみたいな報道、ニュースの報道された音をサンプリングしてイントロを作り、で3曲目反抗声明に行くと。この反抗声明という曲で、まあ、尋ねてえことがあると、いろんなものに対して尋ねてえことがある、自分の言いたいことをぶちまけていくと。まあ本当最高な流れというか、アルバムを通して聴くとリード曲の俺ならここ、フューチャリングスティッキーという曲がもう本当にシングルとしてリリースされて聴いていた時も本当にかっこいい曲だなと思ったんですけど、このアルバムを通して取り調べ室でこう、まあ、刑事との尋問のやり取りがスキットであるんですけど、それを聴いた後に俺ならここ聴くともうこれがもう最高にかっこいいと。まあこの曲 PV も出てるのでぜひ皆さんに聴いてもらいたいし、もう聴いてる人も多いと思うんですけど、簡単に言うと、まあ、ジェールがこのゲームの代償、これはなくなってしまったスカーズのラッパースティッキーのパンチラインをサンプリングしている。ジェールがこのゲームの代償、でも俺の声まではぶち込めないっしょ、ジェール俺はこれから刑務所には入る、これはゲームとしての代償、まあ自分が病気のためにマリファナを栽培したその代償としてジェールに入るけど、俺の声まではぶち込めないっしょ、俺は檻の中に入るけど俺の声、俺の作品は外に出続けるからねっていう素晴らしいパンチライン。でこのサビの最後、黙秘してた分と倍で返そう、取り調べ室で何にも喋らない、黙秘しますっていう姿勢を貫いた、そしてその代わりも世間の人に本当のことを知ってもらうぜっていうリリックですね。そしてサビ、ポウポウ俺いるぜここに、ポウポウお前の耳元に、まあこれは俺ならここっていう復興一番支えてるまあ大事な部分なんです。これもサンプリングから成り立っていて、元ネタはケアレスワンのサウンドライクポリス、プープーラカサンダポリスっていう、まあこれもストリートで警察が悪いことしてるから警察が俺たちを見てるぞ、警察に気をつけろよっていう、ケアレスワンのまあヒップホップクラシックですよね。それをめちゃめちゃ上手に引用して、まあこれ以上ハマるとこないんじゃないかなっていう使い方。そして俺いるぜここにお前の耳元に、俺なら耳元だぜっていうのは横浜のオジロザウルスのマッチさんも言ってますが、まあ俺はどこにいてもお前が音楽を聴いたら俺ならここ耳元にいるからなっていうメッセージ、まあそこからこの曲に特によくできてるなって思うパンチラインは、社会にはびこる偏頭痛、ポリの脚本ってすげえ苦痛、自分勝手出すなよフェイクニュース、人の人生にはねえぞテイク2、勝手に脚本を書かれてそれはすげえ苦痛だと、でフェイクニュースを出した、人生にはテイク2、2度目はないんだ、お前たち取り返しのつかねえことを人にしてんな、俺はラッパーだから黙ったまま泣き寝入りしねえぞっていう強い姿勢が感じられる。
このアルバムを通して僕がすごく思ったのは、まあ、さっきも言いましたけど、危機に直面した時に、まあ、Do or Die、ヒップホップではよく言うじゃないですか、まあ、やるか死ぬかしかない。その時にノリキオもインタビューで言ってるんですけど、余計なこと考えないで曲を作ってそれを世に出すことだけ考えた、そうすれば前向きでいれるから。でここから3年間って長いじゃないですか。普通にラッパーが3年間いないって忘れ去られてしまってもおかしくないと。でもノリキオは捕まってから1年の間に数々のフューチャリングをこなし、その俺はヤングオシムとやってる団地とか大好きなんです、こなした上でこのアルバムを作った。でこのアルバムがめちゃくちゃヤバい、でこれから3年捕まってしまうんだ。このアルバムが出てるおかげで俺たち3年待てるじゃないですか。3年後出てきたらどういう曲作ってくれんだろう、どういうとこでライブしてくれんだろう。この極限の状態でこの反抗声明っていうアルバムを作って置き土産にして置いていくノリキオっていう人としてすごいですよね。その精神力っていうのは僕らも同じ状況になることはないと思うんですけど、追い詰められた時にどうしたらいいのか、自分の全力を尽くして、まあ、自分の仲間や自分の家族、自分の仕事仲間とかいろんな人に対してこういうアルバムとして誠意を見せていると、やっぱすごいことだよな。ラッパーをやってて矢面に立ってこういうことになって、それでも一歩も引かずに自分を貫くっていう姿からは何かしらインスパイアされるものとか、自分の人生にいい影響を与えてくれる姿勢としてね、そういう生き様を感じるアルバムなんじゃないのかなと思います。そして当然ね、我々にできることは音楽聴くことしかできないじゃないですか。もう日々音楽を聴く、それが刑務所の中にいてもノリキオの収入になり、出されたグッズを買う、そういうのも収入になり、出てきた時に生活できる、それが一番のサポートになるわけじゃないですか。サポートしたいしたくないは別として、このアルバムリアルタイムで聴いた方が絶対にいいなと。日本のヒップホップ始まってすごく長いんでしょうけど、こんなに特殊な環境で作られてるアルバムはないし、それを本当に巧みに真空パックしているベテラン中のベテランのノリキオっていうアーティストがもう一度フレッシュにファーストアルバムを作ってるみたいな気持ちになったと。でジャケットを作っている日本を代表するグラフィティアーティストも、まあ、ファーストと同じバイブスを感じたから赤と黒のジャケットにしたとか、いろんなストーリーの入ってるアルバムなのでぜひ聴いてもらいたいなと。まあ、伝説のラッパーって言いましたけど、このアルバムやばいですよと。どこがやばいのかはもうみんな聴いてください。これを機に多分アルバム1枚通して聴く習慣がついたとか、そういう人もいると思うんで、今そのぐらいアルバム通して聴かないと思うんですけど、このアルバムはもう頭から最後まで通して聴くと。そしたらもう絶対もう一首聴きたくなるし、そういうもうアルバムとしてめちゃめちゃよくできてるアルバムだなと思いました。はい、ってな感じで、まあほんとざっくりだし、ほんと駆け足になりましたが、伝説のラッパーノリキオ紹介させていただきました。シンペータでした。どうもありがとう。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。